にちは、森です。今日は埼玉県東松山市にある円ゴルフレンジさんにお邪魔しています。今日のレッスンは、基本的にほぼ全てのクラブの早打ち防止策とか、早打ち防止をする練習方法みたいなものをちょっと今日皆さんにお伝えできたらなと思います。結構、皆さん練習もそうですし、ラウンド行かれる方も多いと思うんですけど、練習の終盤やラウンドの後半に何かいきなり、それまで良かったのに何かおかしいなとか、調子乱れてきたなとか、何か不安定になる方結構いらっしゃると思うんです。私もお客さんとこうラウンドしててそうなる方をよく多く見かけるんですけど、そうなった時の何か、リセット法じゃないですけどみたいなものを、自分の中に持ってれば、ずる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 こう引っ張らずに、悪い方に行かないようにできるかなっていうので、それをちょっとお伝えできたらなと思います。で、使うものが携帯のアプリ、無料のアプリなんですけど、メトロノームですね。メトロノームのアプリを使っていきます。で、ポイントとしては、まず速さはですね、いろいろこう変えられちゃうんですけど、その速さが自分が何が一番適正なのかっていうのを判断してもらうのに、7番アイアンかまず8番アイアンでこうちょっと素振りしてもらって、自分が一番気持ちよく振れる速さ、テンポに合ってる速さをちょっと探してみてください。でその時に、今日、見てもらえば分かるんですけど、ちょっと風が強くてですね、周りの音が強いなとか、逆にシーンとしすぎちゃってて、これ音鳴らすと、前後練習場だと前後のお客さんとかいらっしゃると思うんですけど、音迷惑になるなってなるあると思うんで、イヤホン、できればワイヤレスイヤホンとかの方が片耳だけとかできるんで、片耳だけつけて、もう一方ではその打ったボールの音が聞こえるようにしていてあげるっていうのが私の一番のおすすめです。でイヤホンつけた状態で、ちょっとこう速さを、ごめんなさい、調節してもらって、自分は何がちょうどいいのかなっていうのを測ってもらいます。ちょっと今イヤホンがないんであれなんですけど、最初確かこれ63だったのかな、こうやって音が鳴るんですけど、本当は両手で振っていくんですけど、一番初期が63になってて、私の場合だとこれがちょっと早いんですよ。ちょっと自分で分かっちゃってるから調節しちゃうんですけど、私の場合は60回、1秒1回ですねぐらいの速さが一番自分の中では気持ちよく振れる速さになるんですけど、このリズムを聞きながらパターから、ウェッジ、ミドルアイアン、ロングアイアン、UTT、フェアウェイとドライバーっていう感じで全部同じ速さで打っていくっていうのがまず練習の課題になります。実際にやってみてもらうと分かるんですけど、ミドルアイアンこれで、音鳴らしておいていいか、例えばアプローチ1、2、3、速さだとアプローチだと1、2、3、速さっていう速さで、逆にパターです、パターで打ちますよっていう場合は、ネットが降りちゃってるんで、ドライバーちょっとボール打てないんですけど、素振りだけでちょっとごめんなさい。でドライバーも同じ速さで打っていくと、多分実際にやってもらうと気づくと思うんですけど、7番アイアンのスイングリズムで、両端のクラブ、長いの短いのってすごい自分の中ではゆっくりに
感じることが多分あると思うんです。だそれがゆっくりに感じるってことはどっちも速くなっちゃってる、速くなってるイコール、まあ、手で打ってる可能性がすごく多いので、手打ちってやっぱり不安定になりやすい、乱れやすいっていう、多分皆さんご存知だと思うんですけど、それがその原因になってるんです。なんで実際に自分の一番心地のいい自分のリズム感っていうのを、自分のリズム感で打つとこうなるんだよっていうのを体感して習得してもらう。で、声に出しながらよくカウントをチャーシューメンとかって言いながら打つって方いるんですけど、声に出してるとだんだんその早くなっても気づかないことが多いんですね。もう息切れてる状態で変な話、カウントすると早くなっちゃうのと一緒で、なんで実際にこう絶対どんなタイミングでもずれないもの、まあ、無料のアプリでメトロノームがあるんで、それを用いて練習してもらうのが一番まあ適切かなと思います。で、自分のリズム感でドライバー、そして短いのパターとかもそうですね、振った時にどういう感じなのかっていうのを自分の体で覚えておいてもらいたいっていうところですね。なんでまとめると、まあ、メトロノームをまず、インストールしてください。無料ので全然大丈夫です。で、もう一個が、まあ、7番やんか8番やんを持って音を鳴らしてもらって、自分の一番気持ちよく振り抜ける速さを調節する、見つける。で、見つけたらその音を鳴らしながら、聞きながらパターからドライバーまで、まあ一番手ずつとは言わないです、まあ、カテゴリー別にドライバー、ヘアウェイと UTT、 ロングアイアン、ミドルアイアン、ウェッジ、まあアプローチ、パターみたいな、それぞれこう打ってってもらうと、あ、このぐらいにいいんだっていうのが分かると思うので、そのポイントを押さえてちょっと今後練習に生かしてもらえたらなと思います。はい、ぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。